ここはある家の薄暗い屋根裏部屋です。曇った窓ガラスに指で絵を描いているこの女の子、名前をシンデレラと言います。ねえネズミさん、あのお城を見て。あの中ではきっとみんなでパーティーをしているのね。私も一度でいいからパーティーへ行ってみたいわ。ネズミたちにパンをあげながらそんな話をしているシンデレラ、とても心の優しい女の子です。しばらく前、シンデレラのお母さんは病気で死んでしまいました。そして新しいお母さんが二人の子供を連れてやってきました。二人ともシンデレラが自分たちより綺麗なので、いつも意地悪をします。新しいお母さんも自分の子供ばかり可愛がり、シンデレラが着ていた綺麗なドレスを取り上げ、代わりに汚い服を着せました。その上、かわいそうに薄暗い屋根裏部屋に閉じ込めてしまいました。お母様、なぜ死んでしまったの？夜になるとシンデレラはわらのベッドの上でいつも泣いていました。シンデレラは誰よりも早く起きます。そしてお掃除をしたり、みんなのご飯を作るのもシンデレラの仕事です。シンデレラ、シンデレラ、また怠けているんじゃないだろうね。お掃除は済んだのかい？食事の支度はどうしたの？こうしてシンデレラはいつも一生懸命働き、お姉さんたち二人はいつも遊んでばかりという毎日が続きました。そんなある日のことです。王子様のお嫁さんを決めるダンスパーティーが開かれることになりました。シンデレラの家にもお城から王子様の家来がやってきました。まあ素敵、パーティーで王子様の花嫁が決まるんですって。王子様に会えるのね。さあ早くパーティーへ行くようよしましょう。お母さんもお姉さんたちも大騒ぎです。あのお母様、私も連れて行ってください。何を言ってるのシンデレラ、お前には仕事がたくさんあるでしょ。床を磨いて、暖炉の掃除、お皿を洗って洗濯をして、みんな終わったら行ってもいいよ。それにドレスはどうするんだい？そんなに汚い格好じゃお城には入れてもらえないよ。シンデレラは悲しくなってしまいました。シンデレラ、私のドレスを持ってきて。シンデレラ、早く私の髪を溶かして。靴を磨くんだよシンデレラ。いいねシンデレラ、私たちが帰るまで全部済ませておくんだよ。お姉さんたちはきれいに着飾ってお城へ出かけていってしまいました。シンデレラは一人になると台所で泣いていました。暖炉の火だけが赤々と燃えています。と突然、暗かった部屋が急に明るくなりました。窓の外からシンデレラを呼ぶ声が聞こえてきました。あら、おばあさん、どこから来たの？私は魔法の国から来たんだよ。まあ、魔法使いのおばあさんなの？私はね、いつもお前を見ていたんだよ。お前は優しい子だね。それによく働くし。おや、涙なんか流してどうしたんだい？今日お城でダンスパーティーがあるの。そうかいそうかい、お前もパーティーに行きたいんだね。でもお仕事がいっぱいあるし、それに着ていくドレスもないし。すると魔法使いのおばあさんはニコニコしながらこう言いました。お前がいつも可愛がっていたネズミたちがお前をきっとパーティーへ連れて行ってくれるよ。さ、台所へ行ってかぼちゃを一つ持っておいで。シンデレラは大きなかぼちゃを持ってきて地面に置きました。魔法使いのおばあさんが杖の先でかぼちゃを触ると、あっという間にかぼちゃはきれいな馬車に変わってしまいました。さあネズミたち、シンデレラの役に立っておくれ。どこからともなく6匹のネズミが出てきました。
そして魔法使いのおばあさんが杖を一振りすると馬になりました。これ、そんなところに隠れてないで早く出ておいで。今度は木の陰から太ったネズミがちょこちょこ出てきました。今日はシンデレラのために働いておくれ。そう言っておばあさんが杖の先でネズミの頭をそっと撫でると、太ったネズミは御者になりました。さあシンデレラ、今度はお前の番だよ。そう、目をつぶってごらん。杖がシンデレラの肩に触れると、シンデレラの服は今まで見たこともないような美しいドレスに変わりました。まあ素敵、まるで夢を見ているみたいおや、何か忘れてるね。ああそうそう、ガラスよ、手伝っておくれ。魔法使いのおばあさんがそう言うと、シンデレラの靴がガラスの靴に変わりました。さあシンデレラ、急いでパーティーへ行っておいで。それから一つだけ約束しておくれ。魔法は12時になると溶けてしまうからね。必ず12時までに帰ってくるんだよ。ありがとう魔法使いのおばあさん、必ず12時までに帰ってくるわ。シンデレラを乗せた馬車はお城に向かって走り去っていきました。お城の大広間では音楽に合わせてみんなが楽しそうにダンスをしています。まあどなたでしょう。シンデレラが中に入ってくると、そのあまりの美しさにみんなが一斉にシンデレラの方を見ました。そして王子様が近づいてシンデレラの手を取りました。美しいお姫様、どうか私と踊ってください。王子様とシンデレラは時間を忘れて踊り続けました。王子様はシンデレラを好きになり、シンデレラも王子様が好きになりました。しばらくするとお城の時計が鳴り出しました。さあ大変、12時です。急いで家へ帰らなければなりません。シンデレラは慌ててお城の外へ飛び出しました。時計さん、お願い、もう少しだけ待って。シンデレラは急いで階段を駆け下りていきました。あんまり急いだので途中でガラスの靴が片方だけ脱げてしまいました。でも拾っている時間はありません。とうとう最後の鐘が鳴ってしまいました。馬車はカボチャに、馬と御車はネズミに戻ってしまいました。そして美しかったシンデレラの服も元の汚い服に戻ってしまいました。やっぱり夢だったのかしら。でも楽しかったわ、魔法使いのおばあさん、それにカボチャさんもネズミさんも、ありがとう。でもシンデレラにはガラスの靴が片方だけ残っていました。シンデレラは急いで家に帰りました。それからしばらくしてお母さんとお姉さんたちが帰ってきました。ねえお姉さま、王子さまってとっても素敵だったわね。そうね、王子さまのお嫁さんになってお城で暮らせたらどんなに素敵でしょう。でもあの綺麗なお姫さまは誰だったんだろうね。シンデレラがパーティーに行ったことなど誰も気がつきませんでした。次の日からお城では王子様がガラスの靴を眺めてはシンデレラのことを考えるようになりました。そしてある日、王子様は家来たちを集めて命令しました。このガラスの靴を履ける娘を探しなさい。その娘を私の花嫁にする。家来たちは早速ガラスの靴を持って町中を訪ねて歩きました。そして最後にシンデレラの家にやってきました。お姉さんたちがガラスの靴を履きましたが、足が大きくてどうしても入りません。どうして履けないんだい、ほらもう少しじゃないか、もっと押し込んで。やはりダメか、ここが最後の家なのに。待って、私にも履かせてみてください。こう言いながら
2階からシンデレラが降りてきました。おお、綺麗な娘さん、あなたが最後です。どうか足を合わせてください。シンデレラが椅子に座ってガラスの靴を履くと、どうです、ぴったりと収まりました。おお、あなたこそ王子様の花嫁になる方だ。家来は大喜びです。またこの子は嘘を言ってるよ。お母さんが家来の前に出て言いました。騙されてはいけません。この汚い格好の子が王子様の花嫁になれるはずがありません。いいえ、お母様、お城のダンスパーティーへ行ったのは私です。これを見て。シンデレラはもう片方の靴を出しました。おお、これで両方の靴が揃いました。この方こそ王子様の探していたお姫様です。こうしてシンデレラはお城へ行き、王子様と結婚して、いつまでもいつまでも幸せに暮らしました。